というところと、あとはやっぱり勝って終わりたかったですけど。そうですね、まあ、今シーズンね、なかなか難しいゲーム多かったんですけども、まあ、今日も、ね、同じような展開だった中で、我慢強さっていうのはね、すごく選手に、こなってきたというか、そういう思いがあったので、また今日もね、引き分けという形ですけどもね、そういう戦う姿勢とか、そういうものがね、選手が存分に見せてくれたんじゃないかなと思います。お話にあった通り、今シーズンを振り返ってみますと、過密日程のありまた怪我人、そして主力の移籍という本当に苦しい時期がありました。その中でもしっかり勝ち続けてこられた、これは去年とはまた違った優勝の意味があると思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。そうですね、やっぱりそこに関してはね、選手の努力と、あとはやっぱりスタッフがね、本当にみんなサポートを、選手のサポートをしてくれたので、本当にチーム一丸となって、どんな時も崩れずに、やれたことを全ての人本当に誇りに思いますし、またね、今日こうやって、改めて、ね、サポーターの方は本当多く、足を運んでもらえて、こう決まる時に、ね、こんだけ多い方がいるというのは本当に嬉しく思っています。もう一つ、さっきも言いましたけどね、タイトル取りたいと思っているので、ぜひこれからも熱い応援よろしくお願いします。